ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。はい、今日も日向祭り始まりました。 NGT48 の本間日向です。高典さん、ピロンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今週はなんと、日向のお二人のミュージシャン仲間をスタジオにお招きしました。高典さん、ピロンさん、早速ご紹介よろしくお願いします。はい、もう僕たちとは長い付き合い、もう15、6年の付き合いになる最高の仲間、家族、シンガーソングライターの片山亮ちゃんです。よろしくお願いします。日向祭りおきの皆さん、こんばんは、片山亮です。いやー、なんか新鮮しかないね。今までそこにやっぱアイドルの子とかさとちんとか座ってきましたけど、りょうちゃん来てくれました。ラジオ機の皆さんにもちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。はい、栃木県佐野市というところ出身で、今、在住で、ライブ活動を中心に、音楽活動やってます。栃木県。はい、栃木です。佐野というところ、とてもいいところなので、片山ともどもよろしくお願いします。本当アーティストとしても素晴らしいアーティスト、片山亮ちゃんですけども、これね、凄さを実感してもらいたい、これ日向にも、リスナーの皆さんにも届けたい、実はね、日向からちょっと3つ、ワードを言ってほしいんだけども。3つのワード？そう、何でもいい、ポンポンポンと言ってくれたら亮ちゃんが即興でいい歌を作ります。これきた、本当に。これ今言っちゃってるけども、いい歌っていうのがポイントなんだよ。何でもいいんですか。何でもいい、何でもいい、何でもいいよね、りょうちゃんね。あ、もう全然関係ないの3つで大丈夫です。お、関連性なくても大丈夫、はい、いいんだ。いいんです。何か、じゃあ春、あと、ひなたの一番嫌いなトイレ掃除。トイレ掃 除、もうむずい。あと、坂道。坂道、坂道、全然違うね。最近坂登っててめっちゃ苦しかったの。これをいい歌に、りょうちゃん、即興ソング。じゃあ、そうですね、これね、なんとかキングスとは全然違いますんで。あら、なんとかキングスと、えらいこっちゃっすよ。えらいこっちゃなんですか。えらいこっちゃキングス。すごい、めちゃくちゃハードル上がってますけど。今までで結構上位に難しい。やはり。いや、トイレ掃除な。なんでトイレ掃除？トイレ掃除か。でも春はいいね。どんな曲がなるのか。いや。るちゃん、どうでしょう。いいですか。はい。じゃあ。では。バラードで。あ、バラードで。おお。やべえやべえ。行かせていただきたいと思います。片山りょうちゃんの即興ソング、りょうちゃん。よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。上がったり下がったり、僕らはいくつもの坂道を、走っている。綺麗な景色も少し寂しい風景も、きっとこれからも見ていくのだろう。窓の外では雨の音、はしゃぐ君の姿、思い出してる。
いつの間にか春が来て、気がつけば夏は終わり、季節は巡り、ああまたふと思い出してる。いつもは嫌がるけど、素直に君がトイレ掃除を引き受けてくれた春の午後。ひなた、どうですか。なんであんなパッといった3つでこんな気持ちになるんだろう。ないでしょ。すごい最後のトイレ掃除、ここでまためちゃくちゃスペシャルやったやん。ちょっとやばいね。ドキドキしてます。いやでもすごい、すごい、ちゃんと超えてくる、超えてくる。片山亮、片ひなた、片山亮、これが片山亮です。これが片山亮か。これだけじゃ、もちろんこれだけじゃないですけど、これもとりあえず片山亮です。いや片山亮今全身で感じて感じたでしょ今、はい、ありがとうございます。なんかもうさ、その子が見えたもんね。これ、うん、これどこで CD 買えればいいのみたいな感じ、うん、いや本当完全 MV 作るならヒロインや本間さん、めっちゃいい、やりたい、ね、トイレ掃除してほしいわもっと。普段は嫌がるのに ね、 ねじゃあ秋冬まで作ったらぜひ。今春夏まで行ったからね。春夏まで今、はい、春夏バージョンだから。ではこんな素晴らしいメンバーでりょうちゃんと共にお届けしたいなと思います。ワン・ツー NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と日向貴則とピロンです。そして今日のゲストは僕たち、僕らの音楽仲間、シンガーソングライターの片山亮ちゃんで、よろしくお願いします。片山亮です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてこの時間はリスナーのあなたからいただいたメッセージをご紹介していきます、はい、5月のメッセージテーマはあなたの好きな場所ということで、早速紹介していきましょう。よろしくお願いします。1つ目は、大阪府のラジオネーム関西のよぴぴぴさんからです。よぴぴぴ、ありがとうございます。高則さん、ピロンさん、ひなたん、こんばんは。こんばんは。私の好きな場所は京都にある八坂神社です。実はこの八坂神社、我らがひなたんのパワースポット、うん、関西のチームサニー、私のファンの方の名称ですね、うんうん、チームサニーにとって数少ない聖地の一つです。私もパワーを受け取るために何度も訪れています、ということでいただきました。ありがとうございます。そう、この京都にある八坂神社、私めちゃくちゃ好きな場所で、はい、うん、というのも、はい、19歳の時に厄年だったんですけど、はい、その厄年の厄払いを京都にある八坂神社に一人で行って払ってもらったんですよ。なのでそのこともあって、京都に行った時にはいつも八坂さんにご挨拶して、はい、お参りしてから京都を回るっていうことをずっとしてて、なのでパワースポットなんです。大好きです。いいね、パワースポット。ありますか、パワースポット。地元の栃木 の、 唐沢山神社っていうのがあるんですけど、神社だ、その神社だね、唐沢山神社、唐沢山神社、そこに天狗岩っていうのがあるんですけど、なんか結構街をバッて見渡せるような場所、ちょっと高めの場所からだいたい見渡せるところに行くと、なんかあ頑張ろうって思って、フラットになれんだね。フラットになれます。俺はね、長岡なんだけど、長岡の悠久山っていうお城がある城があるんだけど、すごい長岡一望できる場所があって、そこが一回俺もなんか、あ
頑張ろうって確かに思える場所通じ合ってますね、うん、いいピロコどう？ピロコピロコは事務所かな家みたいな感じ最大のパワースポットが、うん、もう昼寝もいつでもできる、ねうん、曲も作れる、うん、電話かけても出ないもんねそうなの自分自身のパワースポットなるほどありがとうございます、いいですね、ありがとうございます、さあということで今日のメッセージ紹介はここまでですはい番組ではあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスはひなた@ohbsn.com BSN ラジオのホームページのリクエストフォームまたは BSN のアプリからもお送りいただけます皆さん来月もメッセージお待ちしてます。ワン、ツー NCT プレゼンツ日向祭り日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と日向貴則とピロンです。そして今日のゲスト僕たちの日向の音楽仲間シンガーソングライター片山亮ちゃんです。片山亮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの時間は週替わりでお届けする僕ら日向と日向のエンタメコーナー、今日はこちらの企画です。日向 Song for You。 ノートにそっと詩人は言った。時計の針が前に進むと時間になります。後ろに進むと思い出になります。一人の物語。このコーナーではリスナーのあなたから送られてきた何気ない日常や思い出を紹介し、日向のお二人からあなたにぴったりの曲をプレゼントしていただくというコーナーです。ということで今日のメッセージはこちらです。ラジオネームはるちゃん、新潟市西区の20代女性の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。番組スタートからほぼ毎回聞いています。リアタイではなく聞くのは土曜の深夜が多いです。知人の勧めで聞くようになったのですが、今ではすっかり習慣になっています、うん、4月から遠距離恋愛が始まりました、うん、彼は仙台、私は新潟です。今までは毎日のように会っていたので、たった1週間会えないだけで寂しい思いをしています。彼は社会人1年生ということで、仕事に打ち込み忙しく過ごしているようです。私は大学4年生になり、それなりに過ごしてはいますが、忙しい彼とのギャップにもどかしさを感じる日々です。ゴールデンウィークの数日間は仙台に行く予定です。それまではビデオ通話や LINE で、本当に忙しい時は夢で彼に会えるようにお願いして寝ます。日向まつりさんのように楽しく時間を重ねられますように、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、4月春を迎えて環境が大きく変わったんですね。遠距離恋愛か、すごいな。できますか遠距離恋愛って。遠距離マスターといえばりょうちゃんどうですか。そうです、ね、マスターの遠距離マスター遠距離マスターとしてはいや、それでいいんですかちゃんと乗る無茶振りはありがとうね。まあ、おすすめはできないですよね。あ、そうなんだ、うん、その可能であれば、はい、経験はあります。経験はあります。あ、ありました。おあるんだ遠距離。え、ちなみにどことどこだったんですか。大阪。おお、遠いな。で自分はこっち。じゃあめっちゃ遠いじゃないですか。遠いな。めっちゃ遠いですよ、ね、遠いなって思いながらそうだよ、ね、なかなか会えないですね。そうですよね。遠距離恋愛ってすごい、なんか連絡を取り合えないと無理、まあね、なんか難しいイメージがありますね。すごい。じゃあひなたは遠距離結構難しいタイプ。わかんないですけど、でも難しいんじゃないかな。連絡はやっぱり毎日欲しいタイプですか。でもなんか今人と毎日連絡する人って本当にいなくて、なんか友達、毎日連絡する人、そうだよね。そう、友達とかも、そのなんか毎日連絡取るっていうよりかは、その好きな時に連絡取り合うっていうことの方が多いので、なんかすごい想像ができにくい、しにくいなって思います、うん、だから本当にすごいなって思いました、このメッセージを読んで。すごいね、うん、なんか、うん、あの遠距離を乗り越えて結ばれてほしいと強く思いました。
それでは、はい、ラジオネームはるちゃんさんに、はい、日向のお二人から曲のプレゼントをお願いします。はい、片山亮ちゃんと日向で夢で会えたらという曲をプレゼントしたいなと思います。まあ、本当この曲、このコロナ禍で生まれた曲だったんですけれども、初めて僕らが、ま、日向の楽曲なんですけど、うん、僕らの歌で歌うだけじゃなくって、もう一人違うミュージシャンを入れたいってなったんですよね。うん、その時にもう一番最初に浮かんだのがやっぱ片山亮君、うんうん、これを亮に歌ってほしいなと思って作ったのがこの夢で会えたらというちょうど今日ぴったりですね、曲なんで、もうなんか、うん、こんなに合うのっていうぐらいにちょっと びっくりしてるんですけど、うん、早速日向のお二人と片山亮さんの夢で会えたらをお聞きいただきましょう。5分でもいいから、5分だけでいいから、そのぬくもりを忘れないほど感じて、積もる言葉が崩れないように、君と笑ってたい、ずっとそばにいさせて。積もる言葉が崩れないように、君と笑ってたい、ずっとそばにいさせて。いつも困らせてばかり、いつも甘えてばかり、手のひらで震えていた、それは小さな勇気、絵文字は苦手だけど、君からなら嬉しいんだ。このまま5分前に来た、会えないの電話、大丈夫だよに笑顔も添えて、積もる言葉が崩れないように、君と笑ってたい、ずっとそばにいさせて。いつも追いかけてばかり、いつも許してばかり、駆け引きなんてできない、今日も大好きだから、春風はまだ冷たい、この言葉が言えないまま、会いたい5分前にした、真夜中に電話、何でもないとまた天の弱で、積もる言葉が離れないように、君に触れてたなんて言ったらわがまま、
夢で会えたら、うん、5分でもいいから、5分だけでいいから、そのぬくもりを忘れないほど感じて、積もる君と笑ってたい、ずっとそばにいさせて、この気持ちはまだ伝えてないまま、ワン、ツー、 NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしています。お相手は日向貴則と、同じく日向ピロンと、 NGT48 の本間日向です。そして今日はゲストにシンガーソングライターの片山亮さんをお迎えしました。片山さん、今日は日向祭りに出演されていかがでしたか？はい、もうドキドキしてました、ずっと。お、楽しかったです。いや、嬉しかったよ、りょうちゃん、マジで。でも夢で会えたらもうめっちゃ良かった、ね。うん、もう気持ち入り、ま、一番入ったかもしれない、今までね。ピロのピアノも上手になったなと思いながら、ちょい見ろ。ちょいちょいアレンジ、アレンジ、今日アレンジ、ナイスアレンジ、今日ナイスアレンジ、なんかあの俺真ん中でりょうちゃんとピロの歌を聴きながらだったから、なんか二人のこう言葉のリズムだけでなんか掛け合いしてる雰囲気が、ジクーと思いながら、いや、最後ユニットみたいに目合っちゃってピロンさんと、なんかね距離関係なかったね、なんか今日ウェアもなんか寄せてきてる、あ、本当だ、思いました思いました、そこなんですよね、そうそう、合わせてきたんで、いや嬉しいです本当に。とってもいい会になりました、ね、私もすごい楽しかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。さあさあ、そんな番組の模様を皆さんぜひ目でも体験してほしいなと思います。今夜の11時からケーブルテレビ NCT のコミュニティチャンネルでご覧いただけます。タイトルは BSN ラジオ日向祭りウォッチング。無料のアプリ NCT コネクトをスマホやタブレットにダウンロードすれば全国どこでも見ることができますよ。NCT コネクトのコネクトビデオでは月曜正午から金曜正午までのアーカイブの配信もあります。そちらもご覧ください。片山さん、何か告知などありますか？はい、毎月配信を含めた弾き語りのワンマンライブとかやっていまして、うん、で距離結構関係なく、うん、どちらからでも、ご覧いただけるライブやってますので、うん、よかったらあの、はい、SNS などチェックしていただけたら情報を逐一出していきますので、うん、はい、よろしくお願いします。皆さんぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで日向祭りお別れのお時間です。お相手は NGT48 の本間日向と、日向貴則と、ピロンと、片山亮でした。バイバイ。お疲れ様でした。5月終わりましたね。いや、おもろかったわ。5月最高の締めでしたよ。ミュージックでしたね。ミュージックだった。ミュージック。片山亮ちゃん、イエーイ、お邪魔しました。いや、よくぞ新潟へ。もう本当に楽しかったです。こういうの久しぶりっていうのもあったんですけど、そのラジオに出るっていうのは、うんうん、なんか、あ、なんかすごく今本当に自分のことをずっと喋ったり歌ったりしてるのってこんな楽しいんだと。ああ、うん、まあでも配信とかね、亮はよくやってたりするからなんですけど、うん、やっぱりその基本一人でやるじゃないですか。はいはい。あ、そっかそっか。会話じゃなくて。そうなんですよ。寂しがり屋なんで。あ、はい、めっちゃ良かった。いや、桜と坂道と。坂と春と、はい、
坂道と坂道と春と なぜかトイレ掃除トイレ掃除, トイレ掃除まさかあんな名曲が今日また生まれて、ね、どうでした日向、ね、いやなんか、うん、あの周りの方々がみんな、はい、もうレベッチだとレベッチだとずっと、はい、あの言われ続けてきたから、うん、なんか、はい、え大丈夫かなと思ってなんかその3つラインナップさせてもらったんですけど、うんうん、なんかあのまさかその3つを出してあんな切なくなんか心の奥底がなんか、うんとなるような気持ちになるとは思わず、よかった、はい、めちゃくちゃもう楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。りょうちゃんすごいのよ。いやすごい本当世界レベルよね。世界レベル本当にそう思う、うん。めちゃくちゃいい時間過ごせましたね。ひなた祭りで。もうりょうちゃんまただからぜひぜひはいもうすぐ来ます。おいいですね、はい、じゃあ新潟来た際にはねぜひ日向祭りもあぜひ遊びに来て、うん、何度でも来てくださいいいですかいいですよ、いいんですよ待ってますよもういいですか夢の前たりますからあ、オッケーはいお聞きいただきました。週8できます、うん、週7超えてるすごい住んで住んで住んじゃうというわけで5月の日向祭りもありがとうございました、はい、ありがとうございました。またねバイバイ。